こんにちは、パヤです。続きをやってきます。お顔が完成しました。よかったー。さてさてさて。次どうするのかちょっと。わ、びっくりした。ね、このね、こっち側に戻りたいと思います。わー、人面雲だ。雲よ、はよいざなう、大きな雲よ、張り巡らした嘘の網にて、どの目が、その恐ろしき発祥を制したのか、ブレイクの死だったか、どういうこと。ブレイクの死って何っていう人なのかな。この汚い川を渡っていきます。えっちらこっちら、えっちらおっちら。あのね、マフィンを、あの、ネズミさんに、渡しに行きたいなと思います。ほほう、ほほう。ギャビン、おいで、ギャビン。いた。この、マフィンをネズミさんに、どうぞ。お召し上がりください。ほいほい、ネズミさん。なんか、食べとる。え？トイレの水に戻ったの？なんてこった？ Good for reaching awkward places. よし。掃除用のやつをゲットしました。どうも、殺人鬼ジェフを追ってるんですが、次回の人ですか？さっきにブルースさんに会ってきました。そうですが。Prove it. 証拠は？あ、でもやっぱり、あの、ポケットに入ってたさ、チケットがなんてやっぱダメなんだなぁ。どうしよっかなぁ。じゃ、ブルースさん家に戻りまーす。鳩がいっぱいおるなぁ。めっちゃおるやん、鳩。ポポ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 つつけるよ。やめてくださーい。よし、戻ってきた。どうしよう。戻ってきたはいいが。どうするんだっけ。ください。このカードをください。どうするんだっけ。素敵な色だな。褒美によ。違うのどうするんだっけ。あ、そうか。このお菓子を、そうでした。思い出せない。I recognize that mysterious symbol. そうでした。このアメちゃんが渡せなくって、双子ちゃんたちにお菓子をあげるんだけど、今からちょっとすごく人間として最悪のことをしようと思います。このね、クモさんに手伝ってもらうんですけど。さっきのネズミからもらったこれをね、トイレのやつでね、これをこします。えい。うわ、クモの巣がブラシにくっついた。はい、勘のいい方はもうここでお分かりでしょう。綿飴です。いやー、あげられるのはちょっと申し訳ないですけど。さて、あげてきます。なんか、子供に申し訳ないな。はい。綿飴は欲しいかな？あれ？あれ？綿飴っぽくないで言われた？綿飴っぽくない、そんな色してない。え？あ、わかったぞ。ホーフェニーをつけるんだ、これで。よいしょ。お母さんのほうべにを使って、クモの巣を、そして子供に食べさすっていうね、ちょっと、最低ですよ。
あれは知ってるんですか。僕らの秘密を知りたければ甘いの何かちょうだいな。いやこれはちょっと申し訳ないことをしますが、ただーまた雨だ。パパおひげが生えないんだよ。え、うわー、赤子の手に偽物を持たせるようなもんだ。うわ最低だこの顔である。ほらー、このひげが偽物なんだな。口ひげが曲がっちゃってますね。直して差し上げ。あ、気にされるんじゃない。あ、あ、大変大変大変。見ちゃった。君、なんてことするんだ。そうだよ、口ひげが生えないよ。これで気が済んだか。あなた落ち着いて。私の愛は変わらない、そこまでは。納得いかん。恥ずかしさと怒りが込み上げてくる。あ、でもひげ生えないのしょうがないよ。ご協力に感謝します。失礼いたしました。あの男は知ってるんだね。もかも、あの男って誰だろう。よし、やっとで手に入れました。ではでは、先ほどの場所にネズミさんのところに戻ります。いやでも子供にわたあめも、わたわたなめ、かぶしちゃった。意地悪だ、意地悪おじさん、許さない。ごめんね、クモの巣のわたあめでした。申し訳ございません。いや、さすがにクモの巣をね、わたあめってあげるね、ピドルさん、ダメだよ。食べちゃった。申し訳ない。頬紅だしね。しかも色ついてんの。お母さんの頬紅だしね。まあ、私も自分のさ、チーク勝手に使われて、クモの巣ついてたらめっちゃやだ。怒るもんな。なんでつけるのとか言ってめっちゃ怒りそう。さてさて、戻ってこよう。よいしょ、着いた。で、これの、正体、よいしょ、これを、こちらに。ほい。ブルース教官の招待状です。あれ？入れたー！わっ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 。こんにちは。何問題？何をお望み？マダムブラックハートとお話ししたい。随分な厄介ごとにお抱えのようだね。どうしてそれを。すごい力だな、ギャビン。わかる、見えてるんだ。何かお探しだね。これは未知の人物。そうなんです。そうそう、殺人鬼ジェフです。うわ、なんか、発光してるキノコの胞子みたいなのが出てるよ。大丈夫かな？なんかすごい骸骨とかが、不思議な。隠れちゃった。緑の炎がさ、ついてる。これ、スフィンクス。あ、A と話せばこんなことをした。し、もう、定員を探し出せると言ってましたが、A と話はできるけど、まずは、ほら、先立つものがね。あ、そっか、これを渡したんだ、さっきの。あー、そういうこと？じゃあ、ここでこれの使い時だね。これでいかがでしょうか。金貨はないが、巨大なダイヤモンドなら、どうでしょうか。毎度あり！お礼よ、聞こえますか？シッ、声が聞こえる。ひどく苦しそうな女性の霊。あ、なんか、そこそこ、あー、立ちってパートラブフィドルさん、あなただけが頼りです。え、こんな姿になってまで、あれはいつもと変わらない夕暮れ時でした。こんばんは、ご機嫌いかがです？あれ？顔に見覚えが。あなた、マジや、じゃ、いやー、何するの？あ、急に殺されちゃったの。首をザクッと切り落とされてしまいました。血も涙もない男。犯人を見つけてください。ご体満足であの世に行けるように。シミのある足の看板を探して。シミのある足の看板。おお、他にも何か来る。何か危険なものが。おお、悪霊が。わ、やばい、旦那さん、心臓を隠して。無理よ、止められない。早く逃げ、ほら。やばい、手からなんか出てる。手からなんか出てるよ。おお、何、うわー、
ヤビン追い払ってくれー。さすがにヤビンでも無理では。これはやばい、逃げろ逃げろ。おしゃれまれてゆっくり話し合わないか。うわー、不良に足の速い亡霊だな。うわ、逃げろ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 。わー、すごい怖い。お墓かな、こうで墓地肉体派でよかった。本当か、肉体派か。仲間になれ、ジョイナース。危ない、どうして追ってくるんだ。そうだよね、みんなジェフに殺されたってこと。こんだけに茶器切れしそうなものを、そう、息切れじゃなくて茶器切れ。フィドル、フィドル、迎えに来たぞ。危ない、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 息切れじゃなくて茶器切れ。うおー、フィドル、足の速い亡霊だな。逃げろ逃げろ逃げろ。肉体派でよかった。あ、もうちょっとでいけそうだな。あ、いいで、もうちょっともうちょっともうちょっと。うわ、逃げ逃げ逃げ、走れ走れ走れ、風のように。行くぞ行くぞ行くぞ。どうして追ってくるんだ。逃げろ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 。危ない危ない、ちょっと喋りながらだから操作が難しい。どうだ、逃げた、どう。あ、逃げれた逃げれた、よかった。いや、危なかった。肉体派でよかったね。どうにか逃げ切ったみたいだ。はあ、危なかった。あ、ギャビン大丈夫だよ、ありがとう、来てくれたんだ。妙な感じだよ、冷たく汚れたボロ布で全身くまなくこすられた気分。うわー、ゾワーってきたんだね、きっと。あ、ここにもジェフの指名手配書が。 このまま奥に。あ、待って、道の名前は羊通りか。あ、バーロー、シャーロー君、どうしてここに。さすがだな、フィドルが思ったよりも頭が回るようだな。だが一足遅い、ジャッツはもう逃げたよ。ここがヤツのお家だったんだ。ジェフだ、殺人鬼ジェフ。どうしてフィドル、幽霊でも見たような顔だぞ。そうなんだよ、黙ってろワトソン。この目立たない隠れ家を突き止めて奴に一矢報いたつもりかもしれんが、あの人殺しめ相当な切れ者だぞ。いやー、法の目をかいくぐり楽しんでるんだ奴は我々を持って遊んで。そういうこと。ねえ見て、ここにほら、さっきみたいな生首と手足がコレクションしてたのかな。趣味が悪い。どうしたフィドル、間の抜けた人参のような顔だな。どんな顔だよ。ありがとね、いろいろ教えてくれて。私たちも入ってみよう。あの極悪人の上に間違いないのか。行ってみよう。よし。かわいそう。頭の先からつま先まで揃ってる。うわぁ、殺して飾ってたんだ。うわぁ、すごい。おぞましげな気狂いが。何を食べようとしてたの？わずかに遅かったが、料理がまだ温かい。あ、でもすぐ逃げたね。レバー、インゲンの煮物、良質のジン、美味しそうだ。背景、うわ、ギャル文字じゃん。背景、フィドル殿。私、ギャル文字を見てよかった。うまく手がかりを見つけられていいご気分だね。だが、どうだろう、見つけられるように。仕組まれたのかも、違うのかも、どっちかも。頭に語りかける哀れな悪魔が言うんだよ。これで終わりじゃないって。え、なんか、こう、取り憑かれてたのかな。また会おう、殺人鬼ジェフ。ホットドッグはいかが？ははははは。私に宛てた手紙だと？え、もじゃあ向こうもさ、こっちのこと知ってるんだね。あ、でも文字めっちゃ可愛くない？可愛い字だ。焦げたような匂いもする。何？え、え？うせやん。そう。ジョジョのあれみたい。え、ダニーを焼いたさ、ディオ様みたいになってるかと思いきや、びっくりした。床の下からか。どうしたらいいんだ。わあ、びっくりした。犬をソーセージにするなんて正気じゃない。本当になんて言えば。ここにいるんだね。もうさ、びっくりさせないで。
ジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッドでさ、なんか犬がね、ダニー飼ってるんだよ。ダニーっていう犬を、ジョジョが。それをね、ディオが燃やしちゃうの。生きたまま箱に入れて。許さない。犬をこんなことするなんて。そう思ったけど、よかった。ああ、よかった。ディオ無事だったか。ああ、よかった。ローザが喜ぶぞ。いやーよかった。そろそろやじりつかったしようか、キャビン。よかった、ワンちゃんが無事で。よかった、よかった。あ、これは。生え変わってないんだな。なんでジェフだけ真っ暗なの？いやーよかった。あとはもうない感じかな。うわー、びっくりした。ギャル文字書くの、今ギャル文字書いてる人いるのかな。どんな主義の着狂いが。オッケー、じゃあ終わりだね。あ、ギャビンもフーフィーが見つかってよかったって顔しろ。よかった、よかったよ、フーフィー見つかって。あ、あ、うわー、かっけー。素晴らしいご活躍です、ワヒドレさん。犯人はあと一歩のところまで追い詰めましたね。追跡は続けるつもりで。ご心配なく、メアリーナ。今日は帰って夕飯を取り、ぐっすりと眠りますが、この謎を解明し、殺人鬼ジェフの正体を突き止めるまで立ち止まることはないでしょう。どやすごいドヤ顔で、待ちきれませんわ。手に汗握る大冒険の続きが。よかった、約束は忘れてないよな、ホームズ。この程度で私の著書が見れると思わない方がいい。そうそう、踊ってくれるんだよ。世間を騒がす気になりそうだわ。おー、妨害。あはは、私捕まっている。人類大の怪物、怪物に連れ去られる。それは妨害だわ。続く、おー、このエピソードを終えたら終了です。いやー面白かった、ありがとうございました。これね、エピソード2まで出てて、早速このね2も遊んでいきたいと思います。いやすごくね面白かった。もう親父ギャグがめちゃくちゃたくさん出てて、もうすごいふふって笑っちゃったし、絵もねすごい可愛くてめちゃくちゃ良かったです。フィドルがね、結構ね、窃盗をしたりね、そのさっきもあったけど、綿飴を子供に食べさせたりとか、結構ね、やべえやつだね。ギャビンがね、一緒に来てくれて、すごくね、頼もしかったでした。いや、すごく楽しかったでした。ありがとうございました。あ、ってことで、今回は、ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。パチ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 。